どううもこんにちは漫漫画画家のカッピーですす、えー、という漫画を描いをております、えー、今日は、えー、武蔵野美術大学という、えー、日本の有名な美大があるんですけど僕の母校でもあって、えー、あとそうだ主人公の朝倉浩一の、えー、主人公でもあるんですがそんなあの武蔵野美術大学のオープンキャンパスで、えー、お話しすることになりました。 ちょっとねこのコロナの直後なので、えー、オンラインで、えー、トークすることになるんですけど、えー、そのトーク内容を、えー、今回あのこっちの YouTube の方でも、えー、アップしていいよとおっしゃっていただいたので、えー、今日はその内容をお送りします、えー、結構いろいろ学生時代の話とか漫画の話とかムサビで学んだ価値観とかそういう話が、えー たくさんできたと思うので、えー、よかったら最後までご覧ください、えー、それではよろしくお願いします、えー、本日はムサビウェブオープンキャンパスライブデイズ卒業生トークをご視聴いただきありがとうございます、えー、私司会進行を担当させていただきます稲葉由美と申しますよろしくお願いします、えー、例年ですねえっ、ー、と1万人以上の来場者数を記録する武蔵野美術大学のオープンキャンパスなんですけれども、えー、現在の状況を踏まえ 従来の来校型イベントを見直しつつむさび流にアップデートしたスタイルでお届けしていますこのトークイベントは6月のむさびウェブオープンキャンパスライブデイズのメインイベントとして2日間にわたり現在活躍する8名のむさび卒業生をゲストに迎えライブ配信形式でお届けしていますで、今日はですねえー、と2009年 資格伝達デザイン学科卒業で、えー、現在は漫画家、漫画原作者として活躍されているカッピーさんにお越しいただいています。えー、カッピーさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですけれども、えっ、ー、と始めたいと思います。えっ、ー、とまずはえっ、ー、とカッピーさんに簡単にね、あの自己紹介とえっ、ー、と代表作品をご紹介いただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。漫画家のカッピーと申します。 えー、僕はあの09年に武蔵野美術大学の資格伝達デザイン学科を卒業したんですけども今久々に資格伝達デザイン学科ってよく言えたなと思ったんですけど <laughs> 長いそうになりました、はい、結構そのいわゆる師弟って呼ばれてるんですけど師弟学科はあのデザイン系の進路に進む人がほとんどだと思うんですけど多いと思うんですけど僕もその中の一人であの広告代理店でデザインを やっておりましたでそっから6年ぐらい広告の仕事をした上でまああとでちょっと話すかもしれないですけどその漫画を描くきっかけがあって描き始めてで、えー、漫画家になったという経歴です。なのであのちょっと変わった経歴ではあるんですが今は、えっと、そのムサビとかデザイン業界とかの、えー、経験を生かしたような漫画を描いてます。 代表作が「あの左利きのエレン」っていう、えー、ジャンププラスというあのウェブメディアアプリであの連載している漫画になるんですけどそれがあのクリエイターがたくさん出てくる漫画なので、えー、僕自身だったり僕が出会ったクリエイター系の人のことがいろいろ漫画にしてますじゃあ左利きのエレンのこのちょっと今ページをねジャンププラスの定ジを出させていただきましたはい今結構 あの連載長く続けさせていただいてるんで今ちょうどね今週が120話だったんですけどこれが第1話ですね。本当にあの広告代理店のデザイナーが主人公なのであの本当に自分が結構経験したこととかつらかったこととかそういうのが漫画にちょいちょい出てます。じゃああええとととでででですすすねねりがとうございますではではは、えー、ここからっ 私の方からいくつかあの質問をさせていただきたいなと思ってま,ましたはい、えー、じゃあまず一つ目なんですけども、えーとはい、今のお仕事に疲れた、えっと、きっかけについて伺いたいんですが、えっっと、っかけってどんんな感じだったんですかはい、はい、あそうですね、あの僕あの社,会人が、えっと、社会人経験が2社あったんですけど1社目がその東急エージェンシーっていう、まあ、いわゆる大手と呼ばれるあの広告代理店。 だったんですけどそこであのデザイナーアーツディレクターという、えー、仕事をしました。でそっちはわりかし視覚伝統デザイン学科の卒業生からすると結構王道の、あのー、メジャーな進路だったと思います。なのであの、まあ、大学で学んだことを割とストレートに生かすような仕事だったんですけど、うん、でそこであのまあムサビ時代からもうすうす感づいてはいたんですけどあのそんなに。 デザインがくくなくてなてんかこのまま続けてもどうなんだろうなってずっと思いつつでもあの、まあ、一応その大手の会社だしそのあの仕事は恵まれてたんであのもう少し頑張ろうからって言い,い,いながら結構6年ぐらいあの勤めてましたでなんかいよいよそのちょっとこのままだとそれこそムサビのオープンキャンパスに呼ばれないなと思ってこれじゃだいかんと思って。 当時、まあ、今もそうですけどそのインターネット系の広告ってすごい増えてるじゃないですか多分あの今高校生の方々とかもあのインターネット使うことすごいめちゃくちゃ多いと思うんですけど、まあ、インターネットのイけてる広告の仕事をちょっと、あのー、やれたらあのキャリアとしてはいいかなと思ったんでそのインターネット系の広告会社に転職したんですよそそれが2社目で、そこで、こ あのもちろんインターネットの広告をやってたんですけど、あの会社の、うん、転職してきたばっかりで、その会社のメンバーにもまだ顔も名前も覚えてもらえてない状態だったんで、なんか覚えてもらうためになんか自己紹介の工夫をしようと思ったんですよ。うん、それでなぜか漫画を描いたんですあ。そうなんですね。そんなきっかけだったんですね。はい、<laughs> そう、日報っていうその毎日その。 夏休みの日記じゃないけど今日こんな仕事しましたとかこういう業務を覚えましたっていうのをあの転職してきた人間とか新卒の子があの会社の全社員向けにメールを送る文化があったんですよその会社が。でなのでそこであのなんか自分のことを覚えてもらうためになんかただの日,日記だとその読んでもらえないからどうしようかなと思ったところで。 あの広告代理店出身だとその絵コンテって書く CM の絵コンテって言って CM、うん、の C M の,元の元になる何て言うんだろう脚本みたいな絵で書く脚本みたいなのが絵コンテっていうのがあるんですけどそれを広告代理店時代に書いてたんで,で逆にそのインターネットの人たちだとそれを見たことないと思ってなんかこれはちょっと強みになるかなと思ってなんかうまいこと使えないかなと思った時に。 絵コンテってすごい漫画っぽいんですよ。まあ、その細、こま書いて、うんうんね、絵描いてって。うんうん、だからあの、これ絵コンテ描けるんだったら漫画描けるのかなと思って <laughs>、漫画っぽいものを描きました。うん、で、それが一番最初の作品なんですけど、うん、それを見せたらあの、インターネットに詳しい人たちがみんなめちゃくちゃ褒めてくれたんですよ。面白い、面白いって言ってくれて。だからあの なんかそれこそインターネットにアップしてみなよって言ってくれたんですよ。でそれを自分のブログにアップして漫画として公開したんですよね。それが Facebook ポリスっていうあの作品だったんですけどそれをそれが結構、まあ、いわゆるバズって広まってそっからなんか連載の話とか来るようになってそれがきっかけですね。だからあの本当になりゆき。 あの最初は本当に転職してこれからインターネット系のクリエーターとして活躍するぞって思ってたところでそのなんか違うところで話題になったんでなんか成り行きでじゃあ漫画描くかってなりましたそれがもう4年前とかなんでちょっともう結構経ちましたけどちょうどあのそのカピーさんのフェイスブックポリスがこうバズった時に私も見させてもらいました。面白くて であむさびの人なんだと思ってあこんな面白いの書いてる人がいて拝見してました <laughs> そうむさ,びむさびって嘘なんじゃないかっていうぐらいあ, <laughs> あの絵が下手なんで僕すごいおもでも私の周りでもすごい面白いって言って私も友達からその「こんな面白いのがあるよ」って言って送られてきた口だったんですけども <laughs>、はい、<laughs> 結構反響が周りであったんですね、はい、ありました、うん、そそそれこそその 公開した日の午後にはもう取材の依頼とか来,来たぐらいで結構反響大きかっただからなんかまあそれ,それこそね最近その「百日後に死ぬワニ」とか、うん、そういう作品もすごい話題になること多いじゃないですか多分それ系の流れの一つだったんだと思います、うん、なるほどですねなんかそやっぱそんな反応が来るとは思わなかったって感じですかね自分最初書いた時は思わなかったですね <laughs> <laughs> だってその実際書いてその社員に見せて面白い面白いって言ってくれてからインターネットにアップするまで1年かかってるんですよあ結構長いんですねそうだからあのなんかアップしたところで別に、あのー、そうっすねだってその時だって SNS もフォロワー全然いなかったし、うん、その1年間のプロセスがあったっていうのはなんかその間には何があったんですかいやでも普通に仕事してましまた あ普通に仕事して日々に追われ忙しく働いてたんですけど、うん、でもなんかそのやっぱりこのまま仕事しかしてなかったらその前の会社にいた時と変わんないなと思って何かやんなきゃなって思ってたんですけど何やっていいか本当に分かんなかったんで、うん、それで1年経っちゃったって感じですね。あでも面白いですねなんかそういったことになんかこうチャレンジしてみるか何かこう面白いって言われたからじゃあやってみようかなとか。 まあ乗せろって言ってくれたの確かにそうかもしれないからちょっとアップしてみようかなみたいなやっぱそういった行動が何かこうね最初のアクションに実はなってたとかなんか実はきっっっっかかかけだったたって結構あったりしますすよねね、うん、そうですねうで、ん、ななんか誰もなん誰こうみんななんかこう何かになるとかあの何かを始めるっていうとすごく大きな行動だったりとかあのすごい大きななんていうかこうか思い入れとかなんかこう 勢いみたいなものがすごい必要っていうふうに思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、うん、なんかそういった小さな動きでもなんかこうちょっとずつ試してみたり行動してみることでなんかこうね将来につながっていったりとかなんかこう目が開いていくみたいなことがあるっていうのはすごいなんかみんなにとってもこう勇気がもらえるような話だなと思いました、うん、あの初日に中島信也さんもこのはいあ、はい、昨日ね1回目が中島信也さんに来ていただきました。 僕、新屋さんの授業を取ってて、学生時代、それでその時に言われたことがめちゃくちゃショックで、ショックっていうか、何何でですすかか言われたん価値観が変わったというか、なんかね、やりたいことを仕事にするのはもちろん大事なんだけど、やりたいことより、人から頼まれることが向いてることだよって言ってくれたことがあるんですよ。 あのー、やっぱみんなやりたいことをしか考えられないというか僕の場合は本当に、あのー、本当に漫画家になる気はマジでなかったんですよ。だって、まああのー、僕の漫画読んだことない方は是非後で調べてほしいんですけど本当に絵が下手で、あのー、漫画の絵ではないんですよね。とにかく僕の絵は漫画家になるための絵ではなかったし。 発想になかったんですけどでもやっぱりた,たまたま書いた漫画を読んだ人たちがその続き書いてってすごい言ってくれたんですよ。だからそれで俺がねもう少しあの揺るがない信念を持っていたならいやいやそんなことより俺はインターネットのクリエイターになるんだと思って、うん、あのやんなかったと思うんですけど結構その信念があんまないから、うん、あそんな言ってくれんだったとじゃ書いてみようかなぐらいの。 うんうん、感じで書いてでもなんか後々思い返すとやっぱり中島信也さんおっしゃってたみたいになんか頼まれることってやっぱ相当だよなと思ってあんま人に頼まないじゃないですかその続き書いてとかこれやってよとかもっと見せてって言われることってそんなないんでなんか言ってもらえたことがすごい本当にラッキーだったなと思ってうん、うん、でそれに乗っかれたのが良かったなと思ってまんかその柔軟な判断っていうのもまたすごいですよね。 なんかそのやっぱりなんか本当にカピーさんのおっしゃる通り。 なんかその自分がやりたいっていうなんか美大にね美大を行きたいなって思ってる学生さんとかってみんなやっぱりこう自分が何かやってみたいこう掴みたいみたいなところですごい熱い思いを持ってくださってるあの学生さんもいっぱいいると思うし逆になん,かあのなんとなくやりたいことあるんだけどなんかまだはっきりしないなみたいな学生さんもいるんじゃないかなと思うんですけどやっぱその自分がやりたいことと人から求められることのところをなんかこう現実的に探っていくというか。 なんかそういうところに、なか自分の生かしどころがあったりとか、なんかいろんなパターンでこう夢が叶っていくというか、なんか自分のビジョンが。見つかっていくっていうのは、なんかありますよね。そうですね。うん、本当に。なんかそ、それその、ね、なんかちょっと、その刺激をくれたのが、あの大学の先生のそのセリフが <laughs>。ね、ちょっと聞いてきたっていうのもね。<laughs> うん。うん。旅はいいですよ。 ね、なんかそ <laughs> のものを作るっていうことをよく知ってる先生方がたくさんいるじゃないですか何からそのものを作って表現して自分が社会にこう出ていくときにどんなあのことを考えたりどんなこう考え方をしたらそういったふうに慣れていくのかみたいなアドバイスみたいなことって日々のなんかこういろんなあの教えの中にこう含まれているような私もそんな気がして、うん、なんかそういったことが自分自身も結構生きてるなっていうような気がします。うん ちなみにあのむさびに入ったきっかけをちょっと聞きたいんですけどもむさびはど,さびどんなきっかけで入られたんですか、うん、おじゃあさっき送った画像をちょっと見せてもらってみすか。はい、はいえっと、これ漫画のさっき話したあの「左ひきのエレン」っていう漫画のワンシーンなんですけど、うんあのー、この女の子が結構その僕と近い考え方のキャラクターとして描いていて。 あの本当にこんな感じだったっていうのを、えー、漫画に出してるんですけどなんかあのそうですねこの広告代理店に行くためにはどうしたらいいかっていう逆算をしてるシーンなんですけどあの僕もともと広告代理店に行きたいっていうのが美大に行きたいより先だったんですよだからそれで言うと本当に結構ガチガチに考えてて高校生の時にそのなんか美術系のアート系の仕事してみたいなって思ったんだけど。<laughs> そのあんまりその高校生だからその仕事もあんま詳しくないじゃないですか広告代理店っていうのを調べてこれ今グラフィックデザイナーになるにはみたいなグラフィックデザイナーになるための本みたいなのを読んでるシーンなんですけどそれでその中にやっぱり大手の武蔵野美術大学とか多摩美術大学とかそういう大学に行ってみんなデザイナーになる,なるんだよみたいなこと書いてあ,るあったんですけどで実際こういう本も読んでて。 だからそこから逆算してあのデザイナーになるにはむさびに行くべきなんだみたいな感じでそれで美大に行きましたね、うん、おすごいですね。なんか,そのなんかあの将来まで見通してあの考えた上で美大っていうところを選んだっていうことですよね。だから最初はね結構あのさっき成り行きで漫画家になったって言いましたけど、うん、最初はめちゃくちゃがっちがちに考えてました代理店に入るまでは。 じゃガチガチに考えていたからこその後から来たこの柔軟性っていうのもそうかもしれないですね両方多分両方元からあるんだと思うんですけどうんここはあのむさびをあの受験するシーンなんですけど当時の僕の目線で描いてるんでやっぱりそのむさびに入るのがいかに難しいかっていうシーンなんですけど入った年確か。 視覚伝達は17倍とか18倍とかそんぐらいだったと思うんで相当倍率高いと思うんですけどなんかねその時の,あのそういうところが結構ジャンプ漫画っぽくて面白いなと思ってなんかハンター試験っつったら大げさだけどハンター試験がその時はねやっぱ大変だなと思ってたけどでも結構ねはたから見ると美大受験ってすげえ漫画っぽくて面白いですよねまあなのでなんかこの「左引きのエレン」って漫画はその まあ、受験とか仕事とかをあのクリエイターの半生、まあ、を書いてるんで結構辛いシーンも多いんですけどなんかこういうワクワクするシーンも結構、あのー、多くてでそのワクワクシーンが書けたおかげはやっぱりムサビに実際入って楽しんだからかなって思いますね。これがなんか受験終わった後のシーンなんですけど、うん、ここが受験生に見てほしいなと思ったシーンなんですけどなんか受験の時って 美大に入ったら人生始まるぜみたいなそういう気持ちになりがちなんですけど人生がいつ始まるかってなんか大事なテーマでそのこの今話してる主人公はそのなんか自分の人生がいつ始まるか分かんないんですよねってそのアトリエの先生に言っててで今が始まってないのは分かるんだけどなみたいなそういうシーンなんですけどでそれで人生の先輩であるそのアトリエの先生が。 いうののがこのシーンで始まったら始まった時分かるよっていうふうに言うシーンがあるんですけどこのシーンが結構個人的にすごい好きであのかなりこのこの漫画自体のテーマにもなってるんですよねなんか受験で合格するのがゴールでもないしましてやその就職するのがゴールでもないしあ人生始まったなみたいな瞬間 がその先に来るっていうのをちょっと思いながらやってると多分心が折れにくいかなっていう風に思います、うんうん、結構大変ですからねその美大生も入った後も大変だろうしう、うん、そうですよね入る前からもね大変だしもうずっと大変なんですよね,そうですねちなみにカッピーさん <laughs> むさび時代はどんなことをしてたんですか、はい、むさび時代はでもねそ,のなんかそんなに真面目な生徒じゃなかった たかもしれないですね、うん、将来のビジョンとかって意識したりとかやっでもそそ入る前から考えたりしてたんですもんね。あのもうすごいガチガチに考えすぎて結構そのなんだろうな面倒くさいやつみたいになっててまさにね意識高い系だったんですよなるほどめちゃくちゃ意識高くて空回ってるタイプでじゅあの授業もね最初の頃はすげえ真面目にやってたんだけどなんか途中から授業やってるだけじゃダメだみたいな感じになって。 なんか学生団体とか,なんかそういうなんかあの学外の人といろいろ他の大学の人といろいろやったりしてて多分今でもムサビにムサビっていうかあの美大犬にあるフリーマガジンであのパートナーっていう名前のフリーマガジンがあの多分あるあのまだあるんですけど 創刊したた時の編集長は僕だったんですよ、まあね、今思う,思うと、その未だに残ってるフリーマガジンだからやってよかったなって思うんだけど、やっぱりねその、真面目に授業を受けてる人たちからすると、周りの友達からすると、なんかもうちょっと授業頑張れよとかその、もうちょっと学校来いよとか、多分思われてただろうし、あんまり授業を真面目にやるタイプじゃなかったですね。なんかいろいろ手出して、いろいろやってみてっていう感じの。 いや、授業以外の活動もやっぱりいろんなことをなさってたんですね。やってました。だからまあ、それがそれが許されるのがむさびの良さでもあるけど、まあ今思うとね。もうちょっと授業ちゃんとやった方が良 <laughs> かったなって思いますね。<laughs> むさびの授業のレベル高いんで、<laughs> あのもったいなかったなと思って。うん あね、それなんか,大学出てから結構思ったりしますよね,すすねみんな,なんか結構むさびの授業結構大好きじゃないですかいろんなあの名物授業とかもあってなんかやっぱあれに刺激受けたよねとかあれがやっぱり今でも聞いてるよねみたいな話を卒業してからもうなんかしてるような気がしてで逆になんかもうなんかあのもうちょっと聞いとけばよかったっていうのは<や>なんかやっぱあから思うっていうね。そうねそのそれ以外の活動は別にいつでも、うん、今いつでもではい いつでもできるかは知らないけどうん、まあむさびじゃなくてもできることをするのはちょっともったいなかったかなっていう気は、うん、あのしてますがまあやりたいことをやるのが一番かうん、うん、あんまりその深く考えずに、うん、そうですねまあでも全てが今に繋がってきたっていうことですもんねまあ結果論ですけどねうん、うん、ちなみに卒業してから今までっていう ことだとど,どんなふうにキャリアをこう歩まれてきたんですか先ほどもちょっとお話ししていただきましたが、えー、そうですねだから本当に途中までは結構あの王道のメジャーな進路で <laughs> あのデザイン学科から、えー、広告代理店でその広告代理店の中でもデザイナー職からアートディレクター職でこうどんどんあの出世王みたいにこう出世してってでこのままいけばそのいずれ <laughs> クリエイティブディレクターとかまあ、そういう未来があったんですけどうんでもそこでまあ多分このままだともう,もう自分のことだから分かるじゃないですかこの,、うん、この角度で成長していってもこの角度でいってもこの辺にやっぱキモテとかがいるから <laughs> この多分次にあの トやっぱ同世代ですごいクリエイターいっぱいいるんで、はいうん、あこれはもうダメだなみたいな思ってだからまあえー、っと今成功したと思ってるんでそのこれも結果論ですけどそのそこでちゃんとやめやめれてよかったなって。 うん、意外と思うんですよで、うん、なんで思うかっていうと広告大事にい続けたらあの別にあの割と安定してあの過ごせたと思うんですけどそれを捨ててやれたのが思い切ってよかったなとは思いますね。うん、ちなみにとカッピーさんにとってむさびってどんな,こうなんだろう考えとかスキルみたいなものをこう身につけたあの育まれた場だなみたいなことを思いますかそうですね ムサビってすごい、あのー、なんだろう、チャラくないんですよ。すげえ、なんだろうな、あのー、イメージで言うと白シャツに黒縁眼鏡みたいなタイプじゃないですか、ムサビって。すげえ安心感があるというか、<laughs> すげえちゃんとしてるんですよね。だから、ムサビで教わることは全然なんかその間違ってないし、うわついてないし、やっぱそれが、ね、あの正,正論なんですよね。だかからすごいなんかねその クリエイターとしての正しい足場を作ってもらえたっていう感じでなんかあのいろいろ新しいことやりたいとか変わったことやりたいとかってみんな多分ねあの思うこともあると思うんですけどむさびで教わるそういうアカデミックなそういうすごいベースになる部分ってあのやっぱねほっといてもなかなか勉強しないですよねその硬いからでもそれをねすげえ真面目な顔してあの正面から教えてくれる。 大学だからあの本当に本当に僕にとってはまさしく大学っていう感じそのアカデミックな環境で授業で聞いた話に対して新しい疑問が出てくるとそれに絶対答えてくれるんですよ教授はもちろんなんですけど教授に質問したらもちろん答えてくれるし図書館とかそういう環境もすごいちゃんと整ってるじゃないですかであの僕が全、ね、地味に好きだったのはあの12号館の下にあるその映像ライブラリーがあって。 そこにあのなんか「タヤ」にもないしネットフリックスにもない <laughs> アマゾンプライムにもないすげえコアな映像作品が山のようにう、うん、ありますよね<る>私も通いました通いましたよね <laughs>、うん、でねむさびせいじゃないと知らないからその想像つかないかもしれないけど、うん、こんなの他でどこで見れるんだっていうなんか実験的な作品とか映画とか膨大にあるでそういう映像系の図書館もあるしその普通のいわゆる一般 あの普通の意味の図書館もその多分ムサビの図書館って結構日本屈指のあの完成度というかあのそれこそやっぱムサビでしか見れない貴重書があったりとかあのだからねそのなんか割とデザインの研究とかあの論文とか書こうとするとみんなむさびの図書館に来るぐらいあのちゃんとしてると思うんですけど。だから、うん 授業もすごいアカデミックでもちろん王道でちゃんとしてるしでこっちが知的好奇心を発揮してこれじゃあもっと知りたいってなった時にそれを答えてくれる教授とか設備とかがすげえちゃんとしてるからあの学ぶにはもってこいなんでだからあのさっきねちらっともっと勉強しときゃよかったって言いましたけどそれ本当にあに正直なところであのいくらでも学べる環境だったから。 マジでね、いい意味で遊んでる暇ないだから僕はその恩恵はそ,のそんなにあの前のめりで受け,受けれはしなかったけど結構いろいろ活動とかでしてたんでやってなかったんだけどそれでもあのだいぶあの勉強したんさせてもらったんでその知的好奇心にいくらでも応えてくれるっていうのがムサビの魅力だと思います、うん、本当そうですね。うん ね、ありがとうございます。はい、えっと、じゃあここからえっ、ー、と質問のねコーナーにちょっと移っていきたいなと思います。はい、えっと YouTube のあのチャット欄の方にねコメント結構もいただいていて、ありがとうございます。えっとそれをあの時間の許す限りという感じでえっ、ー、とカピさんにえっ、ー、とぶつけてみたいと思いますので、あの、はい、ぜひねあの見ていただいている皆さんもあのいあのご覧あのご参加いただければと思います。はい、じゃあじゃあじゃちょっと、えー、質問をピックアップして、えー、結構いろいろ来ているので投げさせていただきたいと思うんですが。はい えーとまずじゃ一つ目えーとカッピーさんの人生の目標は何ですかっていう質問が来てます<お>いかがでしょうか目標人生の目標かうーんあんそうですねなんか最近似たことをね友達と話してて本当になんかあんま良くないよねって言われて僕自身がだからなんかそのうんあんまりその仕事の欲はあんまりないんだけどなんか <laughs> 田舎に住みたい <laughs> なんだろうなそのうーん自分が好きなものに囲まれて過ごしたいんですけどだから学生の時からねその結構その1人暮らしの部屋に友達の作品とか結構置いてたんですよなんかあの空間デザイン学科のやつからその照明器具、うん、なんかこの。いい かかりとか、うん、それめっちゃかっこいいねっつってちょうだいよちょうだいよって言ってその作品もらったりとかしてうん、うん、か結構ね部屋に友達の作品が結構あったんですよなんかねその気持ちがなんずっとあってなんかその友達とかその好きな作品とかが周りにあれば別にその東京のど真ん中に住まなくてもいいなって最近思ってて、うん、今がねその結構もろ都心なんですけど。 落ち着いいて暮らしたいなみたいななんか最近もうなんかもうじじいみたいなことしか考えてない <laughs> 最近もうなんかじじい化が激しいんですよねもうずっと老後のことを考えてますねあんまりなんかそのね「ワンピース」みたいな漫画描きますみたいな,なんかそういうノリもなくてなんかもう元からないしあの今はなんかその、うん、どう穏やかに過ごすかっていう感じだから穏やかに過ごすのが目標ですよ あすすすごごい素敵ですね本当んかその美大生のいいところですごい私そういうところあるなってずっと思っていてなんかその生活自分の生活とか生き方みたいなところに一番フォーカスが置かれていてでも本当にそうだからやっぱむ,あのむさびとかで出会った友達はみんな面白いんですよ、うん。そうですよね うん、なんかだからねそれで言うとね僕が進んだような大手広告代理店とかって全然美大生向いてないから何 <laughs> <の> <laughs> だろうなんかなのにさなんかやっぱムサビの四角伝統デザイン学科とか玉美のグラフィックデザイン学科とかその美大全体で言うと全然向いてないのにそのなんか上流のそのごく一部のたまたま就活通っちゃった 人たちがその広告代理店に放り込まれるじゃないですか本当は合わないぜって思う。<laughs> <laughs> もちろん僕広告代理店っていうねあの仕事を大好きでやってたしその今でもその結構仲良く遊ぶ連中は広告代理店時代に出会った人たちだったりするんで、うん、その愛はあるんですけどでもね性質的にはやっぱ合わないと思うやっぱり東京のど真ん中で西麻布で飲む連中だから <laughs> 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 あの。 やっぱりね、そのむあの美大生は本質的には広告代理店向いてないんですよ。無理しなきゃ合わない。だから僕、無理してました、だいぶ。 そ,うなんですね、そのじゃあちょっと学生時代のことにあのちょっともう一回戻ってみてもいいですか、はい、えと質問がちょっと来て結構来ていて視覚、えっとはい、伝達デザイン学科に関する質問があのいくつか来てるんですねなのでちょっと一緒に答えていただくのがいいかなと思うんで,、はいうでね、ちょっと2つ言ってみるんですけど、はい、えとまず1つ目転換、えー、を考えているものなんですがこれは在校生ですかね視覚伝達デザイン学科でしかできないことって何ですかっていうの質問と,、えー、ともう1つが視覚、えー、伝達デザイン学科に出て え印象に残っている授業があれば教えてくださいという。転科に関してはちょっと僕なんとも無責任なこと言えないんですけど、うん、あの目的次第ですよね。多分この文脈で言ってるんだから多分あの志でに行きたいんだと思うんですけど、ですよね多分うん、うん。そうですね、そうですね。えっとね志でに行きたい理由でいくつかその来た方がいい理由はあるとしたら就職でやっぱり志でに来た方が有利だとは思います。うん、だからそこに関してはそう思います、ね。<laughs> ほかの学,学べるかどうかでいうとさっき言ったようにその学ぼうと思えばいくらでも学べるし多分市のが、師での教授だって他の学科の生徒から質問来たら絶対答えてくれると思うんですよ。あのそういう人たちじゃないですか。僕が大好きだったあの陣の内先生とかあのもうめちゃくちゃ喜んであの <laughs> いろいろ教えてくれると思うんで。他学科に、ね、こう通い詰めてるような人もいますもんね。います,います、うん 僕もだからそれこそ原研也さんの授業があるって聞いたら言ってたしだからね学ぶ方法で言うと多分移動しなくてもできることは多分たくさんあるでもそのやっぱり就活とかを考えるんだったらもしかしたら移動した方が有利かもしれないっていう感じですかねちょっと詳しくは多分あの本当に今の大学にいる人に聞いた方がいいと思うんでちょっと僕はそう思います 科学科のね、あの先生に話したりとか、あとキャリア相談なんかのね事務局なんかもあの応対できるようなことがあると思うので、<あ>なんかそういったところにもね<う>行っていただくといいかもしれないですね。すね。久々、ねね、のめっちゃいいとこ一個知ってるんですよ。あ、あの就職家がすげえ優秀なんです。はい。そうですね。あの ご安心ください。<laughs> ご安心を。<laughs> ねうん、事務局はすごくフォローしてくれますよね。めちゃくちゃ助かった。はい、ありがとうございます。じゃあその次のえっと視覚デザイン、えー、視覚伝達デザイン学科でえっ、ー、と印象に残っている授業があれば教えてくださいという質問は、はい、いかがでしょうか。結構でやっぱりたあのユニークな授業ばっかりなんでどれも印象深いんですけど、僕はねやっぱレシピっていう授業ですね。授業性あるあるでみんな通ってきた道が、うん、レシピっていうとみんな、うん、わあって言うと思うんだけど。うんうんうん での名物あ、ね、あの課題んかそれこそ,そのなんか例えばハンバーグとか自分であの、えー、と食べ物料理を一つ選んでそれのレシピを作るっていう課題なんですよでそれどういうことかっていうとあのレシピを作るっていうことをどう解釈してどういう作品にするかは自由っていうだからあの本当にあの言われた通り料理本みたいにあの本を作る人ももちろんいるんだけど。 あのレシピって聞いたところからいろいろ解釈して映像を作る人もいるし自由度の高い授業だったんですけど僕はレシピが一番悩みましたね、うん、やっぱり自由度が高い授業が多いのがむさび面白いなと思ってそのだから周りの作品を見るのも楽しかったしあいつ何でこの課題でこんなもん作ってんだみたいなのも面白かったしだから自由度が高かったからレシピは面白かった。 えと専門学校のえっと漫画コースではないムサビのデザイン学科だったからこそ良かったということは何かありますかという質問が来てますまあ僕がねそ,の、まあ、そもそも漫画が絵がうまいタイプの漫画家ではないんでそもそも多分違うと思うんですけどその絵の勉強って考えたらその専門の方がいいのかもしれないんですけどちょっとそこはあの僕のキャリアとはちょっとあれなんで。 多分この質問されてる方って漫画家志望の方かなって思うんですけどその漫画でね大事なことって僕が思うのはやっぱり,あのやっぱり、ね、ストーリーなんですよねその特に最近はその自分で言うとなんかあれだけどあの絵が下手だけど売れてるとか絵が下手だけど面白いっていうなんか系統ができてるじゃないですか。 僕からするとね、あのみんな100%絵うまいんですけど、その「進撃の巨人」だったり、ちょっとあ,あんまり上げると,とあれなんですけど、まあ、進撃の巨人ぐらい売れてたら、ね、怒んないと思うんで、進撃の巨人とか、まあ、なんかあの、絵はそこまでだけど、ストーリーとか見せ方とか、漫画、漫画としてめちゃくちゃ面白いよねって言われて、こう、ヒットした作品ってあの結構たくさんあって、なんかそれの系統が今もうできてると思うんですよ。だから、 あの僕もデビューできたんだと思うしで、まあ、そういうポジションからしても思うのはやっぱりそのストーリー面白くなかったら漫画として成立しないんですよね。であのストーリーに関しては僕そのあんまりノウハウから生まれるもんじゃないと思ってて。その もちろん、その専門、漫画の専門行ったら、そのストーリーの勉強とか多分するんだと思うけど、僕はストーリーの勉強とかは一回もしたことないし、本とかも買っては見たものの、なんか目次だけでや読んでなかったりとかするんで、本当にあの、いわゆるセオリーは何も学んでないんだけど、それよりも、やっぱりさっき言ったように、ムサビの図書館とか、映像ライブラリーで、あの映像作品とか、普通に見まくってたんで、 え映画とかに関しては僕結構オタクの自信あって映画はすげえ見たなって思うしなんかそのいわゆるそのプロの漫画,漫画家からその経験則を教わるっていう意味だと専門は多分すごいいい環境だと思うんだけど本当の独創性とかこの漫画ストーリーやばくねみたいな言われるレベルの,そのなんかこの漫画や,なんかやべえぞっていうやべえぞ感って教わって でないと思うんだからムサビの方が良かったっていうのはなんか一概に比較できないと思うんだけど専門と比べてムサビが漫画家になるにはいいのは全然わかんないんだけど僕はそのいろいろその好きなものとか見まくった結果今の漫画描けてるんでなんかそういう時間はやっぱ。 どっちにいても大事だなと思うし、うん、こうインプットみたいなね、うん、のが結構多くありますもんねそう,そうだからもっと広い話をするとムサビに行って資格伝達デザイン学会行くと毎週課題作るからその作ることがめちゃくちゃ多くなるんだけど作った分だけインプットしなきゃいけないからそこがやっぱ楽しいところだと思いますね、うん、インプットもうひたすらできる環境はムサビよかったなと思うその,、うん、その比べてどうかは分からないけど むさびのいいとこはそこですね。うん、えっ、ー、と、じゃあ、ちょっと最後、ちょっと、えっ、ー、と、いっぱい質問が来ているんですが、最後に。えっ、ー、と、この質問もちょっと複数いただいているので。はい、えっと、お尋ねしたいと思いますが、はい、えっと、かっぴさんが影響を受けた漫画や作品を教えてください。ということで。出ますが、いかがでしょうか。僕はやっぱり一番は、スバルっていう漫画がやっぱり。うん。 一番衝撃だったかもしれないですねあのピリツで連載してたバレエの漫画なんですけど、うん、バレエダンスの漫画でそれもね「天才」っていう呼ばれる女の子が出てきて「スバルっていう天才バレエダンサーの物語なんだけどそれがね本当にしびれるんですよね。だから やっっぱりあの衝撃が未だに引きずってるというか美大に行く前だな多分高校生ぐらいで読んだんで美大に行く前に読んだんだけどなんかバレエダンサーになりたいって両親に相談するシーンがあってあんたそんな,ねなんか表現みたいな仕事についてダメだったらどうするのってだだった時にどうやってそのリカバリーするのって言うんですよでそれって美大目指してる人たちはもう耳がはち切れそうになる <laughs>。 それに対してやっぱスバルがどう答えるかをドキドキして読んでたんですよ。俺も言われ,る言われたし、言われたし、その親も多分こう思ってんだろうなって。美大に行きたいっていう人はみんなそれを、その視線を感じて生きてるじゃないですか。お前それダメだったらどうするんだよみたいな。で、それに対して、あの、スバルが答えるのがすげえかっこよくて、ダメだったら、 それででいいって言うんですよだめだった時にはそれで人生終わっていいっていう。で、<coughs> うん、それがめちゃくちゃ良かったですね。だから、漫画としてももちろん大好きだし、その生き方的にもやっぱりあのその時に読んでよかったなって思いますね。すすごいいいですねなんかもう すごいいい言葉です、ね、なんか受験生の皆さんにもなんかすごいぐさっと届くメッセージに最後なんかなったんじゃないかなっていうふうに。でもねいんかこうあの美大への夢がちょっと皆さん膨らんでもらったんじゃないかなというようなあの気がします。 でえっとカッピーさんにあの最後にですねえっ、ー、と本日のえっ、ー、とライブ配信についてえっ、ー、と感想を伺えればなというふうに思うんですがカッピーさん最後にお願いしてもいいでしょうか。そうですねまあなんかそのコロナの影響とかであのいろいろ僕もトークイベント予定してるやつが全、ね、なんかなくなったりして久々に喋れて楽しかった。 ですけど、なんか毎年これでもいいいい気がしてますけどね。そのあ本当ですか。<laughs> 多分そのげ現地に行ってその大学の様子見るってすげー大事だから、その、うん、もちろん現地でオープンキャンパスやるべきだと思うんだけど、そのオープンキャンパスのこういう機会とかはどんどん YouTube とかで配信してったらいいなって思い、うんうんうん、そうですよね。今回こういう機会だったからこういう形になったけれどもすごくいいスタイルですよね。これはこれでね。うんうん、見やすいしでやっぱりその、うん、なんだろうな。 っすげえ真面目なことを言うけどその、オープンキャンパスってこれまで学生しか見なかったじゃないですか。本来は OB とか OG とかにも見てほしいだろうし高校生だけじゃなくてそれこそ小中学生がもしかしたら見るかもしれないし YouTube にあったら。であるいはその企業とかが企業の人が見るかもしれないし要はムサビっていう場所の価値を高めるためにはその 結構あの学生向けのオープンキャンパスやってるだけで限界があるなと思ってだからもちろんあの本筋は学生に大学を選んでもらう機会だからあの学生は現場に行ってあの建物とか学生の雰囲気とか肌で感じてみればいいと思うんだけどこういうなんかその機会はどんどんあのもっとオープンにしていった方が トータルやっぱむさびの価値が上がれば上がるほど学生も聴きたくなるだろうしいいんですよねなんかこう気軽に今回もあの多分いろんな方が見てきてださってると思うんですけど在校生とか多分社会人の方とかあの親御さんとかも見やすくあの見てくださっているようであのいろいろコメントも頂い,いてますがなんかこれ広がってくるといいですよねなんかすごく伝わりやすいしなんか皆さんに届きやすいメディアだと思うので。うん なんかね、今後もこういったことができたらなといいう,うに思います、はいはい、あともう1つ、最後に、えーとはい、チャット欄でたくさんちょっとご意見いただいていてと、えー、受験生の方とか在校生の方で悩んでいる方が多いそうなんですけれども、うん、えと何か制作していて落ち込んでこうスランプになっているとか、えー、と就職以外の進路で悩んでいる若者にちょっとメッセージがアドバイスがもしあればあのお話いただいてもいいでしょうかかななどスランプかそうだな、うん、なんか。 これもねちょっと自分の漫画のセリフで恐縮なんですがそのあのね本気出して本気出して本気出してから諦めろっていうセリフがあるんですよ。でそれすごい大事なシーンのセリフなんですけど結局ほとんどの人って多分ダメそうだからとかいやさすがに俺無理だわって思ってやりきる前にやめちゃう人が多いんですよ。で今言った本気出してから諦めろっていうセリフの あの趣旨ってその諦めろのの方じゃないんですよねその本気出してから諦めろって本気出して本気でやって諦めましたって胸張って言える人って日本にどれだけいるのかっていう思うんですよねそのだから僕はその本当に本当にちっちゃい時に小学生ぐらいの時に確かに漫画家になりたいと思ったことあるんですよなんかあの ノートに漫画書いてたりとかしたんですよでも原稿用紙に漫画書いたり書いて持ち込みとかしたことは一回もなくてでもなんとなく漫画家になるっていう夢をやめてたんですよそこから十数年二十数年経って漫画がたまたまバズって連載とかの話聞いた時にそのことを思い出したんですよねちっちゃい時に漫画書いててあれなんで俺漫画家やめたんだっけって思ったら 多分ダメだからなんですよ多分ダメだから諦めた。でなんかねそれね日本,日本人の謙虚さというかなんかその現実的な部分があっていいなんかそれ自体なんかエ,エモいなと思う一方でなんかねその本気出して諦めるってすげえかっこ悪いし泥臭いしなんかもう必死やんみたいな。 必死でなんか勉強してるやつみたいなさかっこ悪さがあると思うんですけどもう徹夜で勉強してそれでもなんか赤点だったみたいな超かっこ悪いじゃんと思うんだけど、あのー、でも僕はその本気出して本気出して本気出してそれでもやっぱりダメだったわって諦めた人のが大好きなんですよだから別に諦めてほしいわけじゃないんだけどだから逆ですね逆説的に。 本当,の本当に本気出したかっていうのを考えてほしいというか、うん、じゃないと何が困るって誰が困るって自分が困るんですよ、うん、終わった後になんかまあ多分ダメだし、えー、別の道に進みますってなった時に本当極端なんだし死ぬ時に思い出すぞって思う超切ないじゃないですか死ぬ時にやっぱりデザイナーになりたかったわとか絵描きたかったわって、うん 思っっちゃゃたらもうななんかか悲しいじゃないじですかだからもしそのアーティストとかデザイナーになるなりたくてなれなかったとしても死ぬ時に「いやでも頑張って無理だったから」って言える人生の方が絶対いいからだからスランプとか進路とか悩むことあると思うけど悩むのはねダメだメなくなんか悩むのはねあのまだ早い気がする。なんか とりあえずやるっきゃないで悩むんだったらそのもっと具体的なこと悩んだ方がいいあのもっと具体的に、うん、の絵を描くことのこの部分がうまくいかないとかあのデザインの,その例えばの,その写真選びが難しいとか文字選びが難しいとか具体的なことはいくら悩んでも損はないけどこのままでいいのだろうかみたいな悩みは本当に意味ないから。あのうん 時間の無駄だと思う。このすごい深いあのアドバイスで結構心に響くものがあったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、そうですね。うん、だから引き出して諦めなくてください、うんうんうん。ぜひ皆さんちょっとあのこのカッピーさんのここ言葉を胸にあの頑張ってみてください。 はい、ありがとうカピさん本日はあのありがとうございます。あの次回になったのでこのあたりであのねもうもっと話を聞いていたいんですけれどもこのあたりでちょっとあの今回は終了となりますが、えー、皆さん今日はねあのご参加いただいてありがとうございました。えー、以上でえっ、ー、とこちらのトークは終了となります。えー、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。